東京・江東区の幹線道路を颯爽と走るのはポニーです。その後、きびすを返して道路を逆走していきます。40、50キロぐらい出てたんじゃないですか。結構速く走ってたと思います。だいぶ恐怖だなっていうのは思います。このポニーは近くの社会福祉法人が飼育しているオスのクリマメ7歳。クリマメは脱走してからおよそ15分後に工事をしていた作業員が捕まえ、その後社会福祉法人の職員に引き渡されました。おとなしい子なので普通であれば大丈夫だと思いますけれども、他の皆様に迷惑をかけることが今回なくてよかったなというふうに胸をなで下ろしております。警視庁によりますと、この脱走騒ぎによるけが人や事故は確認されていないということです。